the coming battle. こうしてピッコロのクローンを前にすると、あの天下一武道会を思い出すな。もう随分昔のことだが。今じゃピッコロのやつ、全然悪いやつって感じしねえもんな。確かに、かつての邪悪さは欠片も感じられないな。知ってっか？ピッコロのやつ、ご飯たちが留守の時はパンの子守りしてんだぜ。パンをあやすもおむつ替えるも、うまくなったって言うし、ベビーフードの作り方までもう完璧なんだってよ。ピッコロがおむつ？お前とピッコロどっちがパンの祖父かわからないな。そうなんだ。父もピッコロの方がオラよりじいさんらしいって言ってんだ。そうなんだよじゃないだろ。実の祖父が何を言っているんだ。それとピッコロが子守りをしていることはあまり人に話さない方がいいと思うぞ。え？なんでだ？まあそれはピッコロのイメージを守るためか。イメージ？まあこの話はここまでにしておこう。そうだな。ちゃっちゃとこのピッコロのクローンを倒すとすっか。Yourself for the coming battle! こっち！
Thank you.
ントニクロンのやつらどこにでもいいんだな。よし、いっちゃやっか。A fierce showdown is about to begin. ようやく動くことができるか。ああ、無事でよかったわ。実は今、大変なことになってるの。説明は必要ない。波動のこともリンクのことも今わかった。え？まだ何も言ってないのに。説明を聞くのも面倒だったからな。お前の心を読ませてもらった。心を読んだ？ああ、ピッコロは元は神様だもんな。心を読むくらい簡単に。あんた、まさか余計なことまで読み取ってないでしょうね。私がお風呂に入ってる時の記憶とか。雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした？どうしたって、何よそれ。乙女の秘密を何だと思ってんの？まあまあ、ナメック星人にとっては乙女も何も関係ないですって。それにブルマ、おめえもう乙女って年じゃ。タンク！とにかく事情は分かった。ソン、いや、ソンにリンクしているお前、ずいぶん面倒なことに巻き込まれたな。だが今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。まさか
自分のクローンと戦うことになろうとはな。どうやら木の量や性質も俺と同じレベルのようだ。おそらく体の構造や能力も俺と同じなんだろう。しかしここまで長所と短所がすぐに分かる相手も珍しいだろうな。自分のことは自分が一番よく分かっている。今回はそれを利用して自分が相手だからこそできる戦い方をしてやる。まずは